福祉総務課の伊藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず第67回社会を明るくする運動はどういった運動なのか教えてください。はい、社会を明るくする運動は全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちについての立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。どういった経緯で始まったんでしょうか。戦後間もない日本では貧困による少年の非行が大きな社会問題となっていました。少年の将来を危惧した銀座商店街の人たちが犯罪や非行の予防、少年保護を広く訴える銀座フェアを昭和24年に開催しました。この活動をもとに昭和26年から現在の法務省が中心となり、社会を明るくする運動が全国的な運動として展開されることとなりました。そうなんですね。社会を明るくする運動の期間はいつまででしょうか。はい、7月の1日から31日までの1ヶ月間です。毎年7月が協調月間となっており、全国でさまざまな事業や活動が実施されます。どういった組織で運動を展開していくんですか。調布市では社会を明るくする運動の実施するにあたり、市長を推進委員長とした社会を明るくする運動調布市推進委員会を立ち上げております。この委員会は調布保護司会をはじめとする市内の11団体の協力により組織されておりまして、調布市独自のさまざまな事業を実施します。毎年7月も協調月間とし、全国でさまざまな行事が実施されるそうですが、調布市推進委員会で実施する行事や取り組みなどがありましたらお聞かせください。はい、調布市推進委員会で実施する事業と活動は3つあります。1つ目の活動は駅頭広報活動です。7月の3日月曜日午後6時から7時まで市内京王線9駅で社会を明るくする運動のグッズを配布しながら、運動の趣旨や実施事業の PR を行います。グッズを配布して社会を明るくする運動の PR を行うんですね。はい、続いて2つ目の事業は中学生サッカー教室です。開催日時は7月15日土曜日午前9時45分から正午まで、味の素スタジアム横にありますアミノバイタルフィールドで行います。 FC 東京のご協力をいただき、今年で16回目を迎え、昨年は154名の中学生が参加しました。こちらのサッカー教室はどういった内容なんでしょう。はい、調布市と狛江市の中学校のサッカー部の生徒やサッカーに興味のある生徒たちがFC 東京のプロコーチから練習方法や技術を教わるとともに、サッカー教室を通じて他校の生徒とコミュニケーションを図ってもらえればと思っています。なお、教室は各中学を通じて事前に申し込みをした生徒が対象となっておりますので、当日の教室の参加はできませんが見学は可能です。では最後に3つ目の授業について教えてください。はい、3つ目の授業は中学生意見発表会です。開催日時は7月22日土曜日午後2時から4時です。会場は調布市文化会館田作り12階大会議場です。市内の公立私立の全11校の中学生が各学校から1名ずつ、おおむね6分間で犯罪や非行、いじめ、マナー、モラル、コミュニケーションなどの課題に対して中学生の目線で感じた率直な意見を発表してもらうものです。こちらはどなたでも観覧できますか。はい、どなたでも観覧できます。昨年は131名の皆様に会場にお越しにしていただきました。中学生が今これらの問題に対してどう考えているのか、中学生の純粋な意見をぜひ聞きに来ていただければと思います。福祉総務課の伊藤さんにお話を伺いました。